ちは、あおです。今日もあお旅始まりました。今私は釧路に走りに来てます。ここ数日天気がいいみたいなので道東を回ろうかなと思ってキャンプ道具を積んで走りに来ました。今日もすっごく天気がいいですよ。日差しが暑い。去年の夏より全然今年の方が暑い気がしますね。まあでもバイク乗ってると風受けてちょうどいいぐらいですね。今回はね、道道の中でもマイナーというかザ・王道じゃないところも回っていきたいなと思います。今回もお付き合いよろしくお願いします。あ、タンチョウヅルの標識。そう、ここ釧路ではタンチョウヅルが生息しているんです。春夏の間はこの先にある釧路湿原で子育てをしているそうです。釧路湿原の奥の方で子育てしているので普段は見ることができないそうなんですが、タンチョウヅルの赤ちゃんが見れるスポットもまた後ほどご紹介しますね。では早速そんな釧路湿原に向かって走っていきましょう。釧路湿原展望台に到着しました。おお、なんか可愛らしい建物ですね。ここから釧路湿原が一望できるそうです。よし、じゃあバイクを止めてっと。おお、結構大きな建物なんですね。じゃあ早速中に行ってみましょう。あ、展望台って入場料かかるんですね。勝手に無料だと思ってました。2階が展示室になっていて、釧路湿原の生き物たちの情報がまとめられていました。で、屋上展望台からの景色がこちらです。あれ、なんか雑誌とかで見たらもっと見晴らしがいい場所だったんだけどな。ここじゃないのかな。お店の方に聞いたら、私が行きたかったところはこのサテライト展望台という場所だそうです。しかも無料。さっき払った入場料は何だったんだ。立体で見るとこんな感じですね。建物のすぐ横にある道から歩いてサテライト展望台を目指します。一周だいたい1時間ぐらいで回ってこれるようです。よし、じゃあ早速絶景を見に行きましょう。めっちゃヒグマ出没注意って書いてあったけど大丈夫かな。まあ人多いですからね、大丈夫でしょう。サテライト展望台に着きました。めっちゃいい景色。ではここからの景色どうぞご覧ください。いやー、この景色すっごいです。奥までずっと見渡せて歩いてくる価値ありですよ。これは帰りは反対側の道を通って駐車場まで戻ろうと思います。あ、なんか吊り橋がありますね。全然揺れないわ。え、これ登っていくの？建物に戻ってきました。やっぱり汗だく。早くバイク乗りたい。もうね、行く方反対側だけでもいいかもしれないですね。こっち結構階段が急でした。では今から釧路湿原道路というところを走りに行きたいと思います。湿原の中をずっと走れる道みたいなんですけど、行ったことがないんでどんな場所か楽しみですね。
行止め実施中。え、通れないの？まあでもせっかくここまで来たんでね、行けるところまで行ってみましょう。橋の手前までは行けるみたいですね。あ、そうそう、この動画の最初にね、タンチョウ鶴の赤ちゃんが見れる場所があるってご紹介したんですけど、それが釧路市タンチョウ鶴自然公園っていう場所なんですよ。そこでね、タンチョウ鶴のヒナが見れるっていうことで去年行ってきたんですよ。ほら、あそこにいるよって言われて見たのがこの子。いや、でかいわってなんかこういうの想像していったからさ、びっくりしちゃってまあすくすくね、大きくなるのはいいことなんですけどね。あ、ちなみにちっちゃい子もちゃんといました。自然に近い環境で飼育されてるのを間近で見ることができますし、真上に野生の鶴が飛んできたりもするんで、鶴が見たい方にはおすすめです。まあそこまで行かなくても牧場とか畑とかでも鶴見ることできるんですけどね。牛かなと思ってよく見たら鶴だったみたいなこと結構あります。はい、では釧路湿原の中に入ってきました。この一本道気持ちいいですね。何にもないの。左も右も、もうずっと景色広がってんの、すっごい綺麗ですね。ちょっとね、左側が木でよく見えないんですけど、一応木の向こう側はこんな感じの景色が広がってます。木がなくてね、この景色見ながら走れたらもっと気持ちいいんでしょうけどね。まあ湿原守るためだから仕方ないですよね。ではこのままご飯食べに行きたいと思います。今回立ち寄ったのがこちらの南蛮亭さんです。名物はザンタレです。ボリュームが半端ないんですけど、北海道では鶏の唐揚げのことをザンギって呼ぶんですけど、そのザンギに甘酸っぱいタレをかけた料理がこのザンタレです。南蛮亭さんはザンタレの発祥の店なんです。いやー、もう本当にね、ジューシーな唐揚げと甘酸っぱいタレってもう正義ですよ。しかも一個一個がすっごく大きいんです。見てください、ほら。はー、美味しかった。残った分はね、お持ち帰りします。え、ちょっと待って、 GoPro の充電器壊れたんだけど。え、しかも GoPro のケースまで割れた。なんか取らせようとしない何者かの強い意志が働いている気がするまあなんとかします。じゃあ今日はこの辺で、また次回のお旅でお会いしましょう。またねー。